オキオキチャンネル。鹿児島ツーリング2日目、霧島経由で海老の高原へ行き、福岡へ帰りたいと思います。さあ出発です。早朝、てるてるさんから連絡があり、海老の高原で待ち合わせすることとなりました。昨日はずっと一人でしたんで、楽しみです。昨日からの長旅で疲れてましたので、足湯がすごく気持ちよかったです。高原から海老野インターへ向かう道は走りやすいですね。木々の間の道、気持ちいい。マイナスイオンがいっぱい。高速はいつもの抜いて抜かれてで帰ってきました。終わり。